どうもこんにちは、今回はですね、久しぶりに小鳥の森キャンプ場に来てます。今日はですね、このユニジアのタープ、前回ねお話ししてて DD タープとどちらにするか迷ってたんですけども、こちらを買ってみました。こちらを買ってみましたので、試し張りをしていきたいなと思います。こちらなんですが、いわゆるですね、中国製のタープになってます。中国メーカーなんですけれども、DD タープのですね、大体半額ぐらいで買えるっていうことで、今回はね、こちらを選んでみました。中国製品には珍しいなと思ってびっくりしたんですけども、袋にですね、注意書きがあります。梱包に使用しているビニール袋は、お子様が口に入れたり、かぶって遊んだりしないようご注意くださいと。窒息などの危険がありますということで。これね、日本製のものであれば結構書いてあったりするかもしれないんですが、中国製でね、こういった注意書きがあるっていうのは、かなり珍しいんじゃないかなと思います。で、せっかくですね、新しいタープを買いましたので、今回はですね、ポールも新しいものを用意しました。フィールドアのポールなんですけども、木目調のもので、太さが32ミリだったかな。長さが210センチから280センチに変えられるというポールです。で、これはですね、なかなか使ってる人がまだあんまりいないのかなということで、木目調のものを用意しました。で、さすがにね、210センチなんでかなり長いですよ。まあ、あまりに長すぎるようだったら1本ね減らしたりとかして調整しようと思います。今まで使ってたのがですね、 DOD のポールなんですけども、赤い方です。これだとね、ちょっと長さが足りなかったので、今回長いものを用意してみました。このフィールドアのね、木目調のものは、2本用意してますので、これを使ってですね、タープを設営していこうと思います。さあ、それではですね、こちらを開けていってみましょう。これアルミのペグかな、アルミのペグがついてまして、あとロープが何本か入ってます。ロープはね、7本入ってましたので、これに合わせてね、先日買った100均のロープ、これを切っていこうと思います。100均のロープがですね、12メートルなんですが、3本取れたので、だいたい4メートルぐらいのロープが取れればいいのかなと思います。で、これがちょっとどうなるかわかんないんですが、ちょっと火で炙ってみます。あ、大丈夫そうか。なんか擦れたりするのかなと思ったけど、一応大丈夫そうですね。うん、こんなもんでいいとしましょう。で、今度はですね、自材をつけときます。これどっちにつけるんだろう、これでいいのかな。まあ、こうやってやってますけどね、今まではですね、もうすでにあるものしか使ってなかったので、こうやってね、自材をつけるのも初めてです。なのでちょっと違うかもしれませんが、まあ、その辺はね、笑って許していただければなと思います。で、もう一方の方ですね、もう一方の方は今度はですね、カラビナをつけていこうと思います。これはですね、100均のカラビナなんですが、まあまあ、とりあえずこれでやってみましょう。まあ、強度的にね、難しいところがあるかもしれませんが、まあ、なんとかなるでしょう、きっと。うん、多分大丈夫かな。で、今回ですね、カラビナをいくつか買ってきましたので、全てね、これをやろうと思います。っていうのもですね、今回ユニジアのタープを買ってますが、これはですね、いろんな張り方をしたいということでこれを購入しましたので、ロープをですね、いちいち外すという作業がめんどくさいので、カラビナでね、全部やってしまおうと思います。これであれば取り外しも簡単なはずです。はい、こういう感じでですね、10本用意しました。ロープ10本でやっていきたいと思います。ここちょっと結び方がやっぱ長いな。まあいっか。はい、とりあえずこれでいってみましょう。よし、じゃあですね、タープをとりあえず広げてみます。はい、こんな感じでですね、広がってますけども、3メートル ×5 メートルを買ってます。で、このロープを止めるところですね、これは縦に5つ、そして横にも5つと、
いうふうになってます。で真ん中にはですね3つついてます。なので結構いろんなアレンジが楽しめるんじゃないかなと思います。で僕はですねこのタープをですねこう横にした状態で使いたいと思ってますので、一番基本的な形ですね、この形は今回やりません。今回これはやらずにこの横の形メインでやりたいなと思います。ということでまずは、真ん中ですね、真ん中の部分2つに、ポールを立てて、あと横も真ん中の部分2つに短いポールを立てるというパターンでやってみたいと思います。まずここに1つで、ここに1つはい、ということでですねまず最初はこの貼り方です。前後で支えて横も支えて、あとね残ったところをロープで貼るという感じなんですが、説明が下手だな。とりあえずですね長いポール2本と短いポール2本という感じで設営してます。これだとね広々してるっていうのはもちろんなんですが、雨が降ってもですねわりかし水が流れるんじゃないでしょうか。ただ今回ですねこれタープがでかいんで、ポールがねやっぱり太いやつじゃないと心もとないですね。なんかこれはですね中入っても、普通に立てます。普通に立った状態で中に入れますし、雨が降るとねちょっとあれなのかな、どうなんだろう。目線としてはこんな感じですかね、こんな感じで過ごすようになるのかなと思います。久しぶりに来たらやっぱ虫がいますね。ああなんかキャンプ場に来たという感じがする。ちょっと椅子を入れてみましょうか。もう全然余裕ですね。こんな感じなので、4人ぐらいはね余裕でいけるんじゃないかなと思います。今までのねタープではなかったこの開放感ですよね。こんだけありますからね、手が足らないぐらいあるので、高さはね文句なしでしょう。こうやって出る必要もないです。もうこのまんま普通に出れる感じです。さあじゃあ次はですね別の立て方をやってみます。今度はねこれ横バージョンじゃなくて縦バージョンで行ってみようと思います。これはこれでいい形ですね。なんかはい、2番目はですねこんな感じでタープを張ってみました。ポールが4本ありまして、この4本のポールがですね本当は同じ長さの方が綺麗に張れると思います。ただ、同じポールがないんでですね、2本は長く2本は短くという感じなんですが、これから夏になっていくので、こういったねただの日よけ仕様みたいなやり方もいいんじゃないでしょうか。これはこれでなんかこう居住性が良さそうではありますけどね。ポールを立てる位置は、
結構自由に調節ができますので、自分の好きな感じで設営すればいいのかなと思います。これもまたですね、椅子を入れてどんな感じか見てみましょう。かなり余裕がありますね、これは。で、この辺で過ごせば雨が降っても全然大丈夫だと思います。こちらもですね、一応入ってみましょう。やっぱり頭は余裕がありまして、この辺まで来るとダメかな。結構後ろの方来るとダメですけど、このね、前に行くに従って高くなってるので全然立ったまんま歩けますね。そしてあそこに虫がいるけど、怖い虫かもしれないので触るのはやめときましょう。こんな感じでだいぶ広々としてます。この形っていうのはね、今回レプタタープを買って、やりたかった形でもあるので、これはいいですね。やっぱりポールがね、ポールが長いポールがあと2本あればもっといいんですけどね。そうするともうずっと、立ったまんま歩けるという感じですが、ただソロではどうなんだろうな。この形いいですけどね、この形はいいんだけど、ソロ向きというよりかはやっぱり、グループキャンプ向きの立て方かなと思います。最後はですね、テント代わりに使うということで、これもやりたかった形です。パップテント風の張り方ですね。そういった張り方をちょっとやってみます。はい、最後ですね、3回目の張り方はこんな感じにしてみました。パップテント風っていうのかな。横とかはね、かなり適当に止めてます。かなり適当に止めてるんですが、まあまあこれでも大丈夫でしょう。まあ初めて張ったにしてはうまいことできたんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。何回もね、これが到着するまでの間に頭の中でだいぶシミュレーションしましたんで、まあなんとかなったのかな。ただね、ちょっと残念ながら、ポールの長さが合ってないので、下に隙間ができてます。1個、2個、3個、ポールを2つにすれば、地面に行けそうですが、そうするとね、今度狭いんですよね。絶対狭いので、この高さはできればキープしたいなと思ったりもしてます。それか、前だけ1本短くしてですね、前下がりな感じにするっていうのもありかもしれません。まあ、そしたら雨とか入ってきにくいかもしれないですね。さあ、それでは例によって椅子を置いてみましょう。椅子を置くとですね、こんな感じです。まあこれでも悪くはないですね、きっと。先々でですね、ここにコットを置こうと思ってるんですよ。ここにコットを置いて、なのでこれぐらいの位置に座るようになるのかなと思います。そうなるとね、ちょっと日差し避けとしては弱いかなという感じがしますが、その辺はやりながらですね。
まあ、寝るときだけこっち側にコットをやって、それ以外は、一番後ろのところまで下がって過ごすというのもありかなと思います。立つとねやっぱりここは低いですね。低いけどまあ結構やっぱりあの今までの過ごし方とは全くガラッと変わった感じがするので、これはねいいものだと思います。旅行でもなんとかしたいな。まあでもこれでもいいか。横なんか見ないですからね自分が過ごしてて。そして、自分以外も誰も見ないと思うので、まあ、これでいいでしょう。とか言ってあのキャンプ場で視聴者の人に会ったら困るな。どうしよう。ここにねまた S 字フックなりなんなり引っ掛ければランタンとかも吊るせると思うんで、これはこれでいいんじゃないですか。5000円ぐらいでこれが手に入ると思ったら僕はいいんじゃないかなと思います。ずっとね僕は横を気にしてますけども、横はもう、おのおの方の好きなようにやるということにしましょう。でこのねユニジアのね細かいところを見ていきましょうか。まず縫製ですが僕は大丈夫だと思うんだけどな。なんかすぐ破れたとかっていうレビューもあったんですけども、大丈夫そうだけどな。なんか至って普通のタープという感じですよ。まあそれはもしかしたら良くもなく悪くもなくということかもしれませんが、僕は問題ないかなと思います。それとですねこの内側ですね、内側は、ちょっとね銀色っぽい感じになってます。この銀色っぽい感じがねどうかなと思ったんですが、僕は問題ないかな。もっとねチカチカするような銀色だったら嫌だなと思ってたんですが、きっと問題ないでしょう。でこの銀色の部分ですね、この銀色の部分がですね、うまいこともしかしたら断熱効果みたいなのをもたらしてくれるかもしれません。そうですね縫製とかも大丈夫そうだし、3回試し張りをしてみて、強風が吹いたりもしましたが、特にね問題が起こるということはありませんでした。なので僕はこれ買いだと思うけどな。安いしレクタタープなんで形が好きじゃないっていう人はいるかもしれないんですが、こうやってねいろんな貼り方ができることを考えると、僕はね一粒で2度美味しいじゃないですけど2度3度4度5度美味しいっていうような感じがします。後ろから見るとこれまるっきりテントですもんね。横から見るとあータープじゃんっていう感じですね。そしてちょっと貼り方雑じゃんっていう感じですが、まあねその辺は気にしないということでいきましょう。いやいいんじゃないですかねこれ。ちょっと今日ねタープしか貼るつもりなかったんでキャンプ道具持ってきてないんですが、椅子を置いてもこれだけ余裕がありますからね。なのでコットは間違いなく余裕でこの中に置けるでしょう。いやーこれは楽しそうだな。あと生地ですよね。生地に関しては僕はですねあんまりタープって見たことなくて、今まで自分が持ってたやつかもしくはですね、ポリコットンのやつ DOD のポリコットンのやつぐらいしか見たことないので、ちょっと生地に関してですね詳しいことを述べられなくて申し訳ないんですが、まあ、これからキャンプを始める方とかですね、そういった方にも入門用としても全然いいんじゃないかなと思います。これで僕は間違いなくこれをメインで使うことになります。うん、これはねいいわ、いいと思う。でやっぱりですねこういった止めるところがすごくいっぱいついてますんで、まあアイデア次第とか場合によってですね止めるところをしっかり止めたりとか逆に離してみたりとか、変な形に設定してみたりとかっていう楽しみ方もできるんじゃないかなと思います。そしてですねこの100均のカラビナも、ちゃんと活躍してくれてますね。とんでもない強風とかが吹いたら分かりませんが、今日ねやってみた限りだと普通に過ごす分には大丈夫なんじゃないかなと思います。うん、だと思う。ただ、このロープについてる自在がこれ使いにくいのでちょっと後で交換しようかなと思います。交換したいんだけどどうしようかな。100均のロープはねこの買ってきた自在をつないでます。やっぱりできればロープは統一したいかな。なんか色を統一したいので、どうしよう、パラコードでも買ってみようかな。
パラコードの30メートルぐらいを買えば、いろいろ作れるのかなと思います。ただね、100均のロープはね、まあ普通に使う分には問題ないですが、多分毛羽立ってきたりとかするんでしょうね。コメントでも確かあったんですが、ずっと使うにつれて毛羽立ってくるというのがおそらくあるのと、ちょっと太めなのかな。この元々ついてたロープと比べて、ちょっと一回りぐらい太いような気がしますね。まあその辺がどうかだと思います。いやでも面白い。どうですか皆さん、これ結構面白いと思いますよ。いろんな張り方ができるっていうのがね、やっぱりいいなと思います。ということでですね、今回はユニジアのタープ、こちらを貼ってみました。いろんなね貼り方があるんですが、今回はね、僕がやってみたかった3種類ということで、3種類の貼り方をやってみました。これからですね暑くなってきますんで、タープもね絶対必要な時期になるかなと思います。キャンプに出かける方はですね、こういったタープ、そういったものをですねちゃんと準備して、熱中症対策、そのあたりも気をつけて遊んでください。それでは